皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつもですね、今日は〇〇コースやっていきますかとね言ってたと思うんですよ。そろそろその挨拶に終止符を打とうかなと考えております。まあ理由としてはですね、いきなりあの挨拶をするとびっくりする方もいるだろうなと。なんでね、動画の冒頭ぐらいは優しめに行こうかなとそう考えてるんですよ。まあまだはっきりしたことは決めてないんですけど、動画の冒頭が変わってもピオキングのことよろしくお願いします。ということで今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、フィールドオブトロールス&ドリームスバージョン11ということで、夢のような場所ということですね。クリア率は 1.93%。 それじゃあこのコースで夢を見させてもらいますか。まず開幕殺しがあるからなんだよな。僕のチャンネルって開幕殺し結構重要になってきてるもんね。さあ始めていきましょう。なんもないねくっそ、開幕なんもないのか。なんて呼べばいいんだろう。じゃあ音符はダメっていうことが分かったね。子供が入れるのかな。土管は入れない感じだね。誰の歌つは届かないしさ、絶対あの土管戻してくるやつでしょ。じゃあここは一旦コインの場所、いやこのブロックキーがね、なんだろう、コインか。じゃあこっから右に走って下に降りるね。そしてハテナブロックを叩く。はにゃそんじゃあここは下に降りた瞬間右にダッシュ、これでブラパが抜けれるっていう感じだね。ここ隠しブロックありそうだな。大丈夫、なんもない感じ。ボンディじゃあここもさ、上に早く登れっていう感じかな。それで行ってみようか。そしてあのモンティをかわす。よしよし来ました、ここでオフが変わるっていう感じか。そしてどうなる、ここはまた花。じゃあここさ、右下にコインがあるじゃん。あの場所に追っておいたらきっとブラパが回避できるんだよ。見ててね、きっとそうだよ。よしよしよし、さあここは上の土管から、あ、池行くなったね。じゃあ右側に行って、この2つどっちかなんだよな。フラワー取ってみます。なんでこっちは、いや選ばせてよ左のツタン登っていけっていう感じか。さっきのところ右に行った瞬間左に行かなくちゃいけないと思うんだけど、ブラパが降ってきたのが見えたんだよな。あのブラパをどうやって回避するかなんだよね。多分ね、この場所に追っておいたら大丈夫みたいな、そんな感じかな。それで行ってみます。ナイス、これでツタに登られっていうわけね。ちょっと噛んでしまいましたね。さあ次はバブルがいるね。右で走って抜けようか。これでバブル抜けれる。ナイス、大丈夫。絶対これで合ってる。うわ、右のキノコ取らなくちゃいけないみたいな、そんなんはないよね。ここ下に降りてみよっか。頼む、たまには合ってて。出したってまだ多くない。たまには会っててくれてもいいやんね。うわ、この刺客に追ったら大丈夫的な刺客だと思うんだよね、これ。なんでここで叩く、この刺客に追っておく。これが熱っ、今日は線がダメな日だね。でもこの線の向こう側に追っておけばきっと大丈夫、そういう感じでしょ。ほら、魚には引っかかりませんでした。さあこの右上に行けば何があるんでしょうか。あれ、なんもない感じ。どこ、あー、例えば土曜日の深夜1時ぐらいにね、大分県で震度5ぐらいの地震があったんだよね。でその影響か福岡も結構揺れちゃって、でその際にツイッターの皆様がですね、ピオキングさん大丈夫ですかって DM をいただいたんですよ。いや、どうもありがとうございます。そして大分県のみんな大丈夫かなって思うんですけど、大丈夫かな。それじゃあ次は、あ、待って、ここは何もしないで、よっそ、ひじおやじ。じゃあ次はこの扉に入ったらチョロプーが来るより早く下に行く。それで合ってる、頼む、これで合ってるでしょ。よしよしよし、さあこのハテナ叩こっか。右上のこの四角も怪しいもんな。でもこの方四角が大丈夫じゃないからね。なんで下の方に逃げておこうか。はっ、よし、うますぎみたいなの、神回避で、このまま右に行けば大丈夫っていう感じでしょ。なんでじゃあここでオンオフが変わった時に下に行けっていう感じかな。あやがち間違いじゃなかったのよ、僕の下仮説で。この状態で下に行って右、うわ、これで合ってたんだ、くっそ惜しい。これ何もしないで、あ、反対方向ですか急に反対方向はずるくない。じゃあこの土管入るじゃん。そしたら反対方向になってるから左にダッシュしようか。そして中間ポイントゲット、よっしゃまたスネークブロック、くっそ休ませてくれよ。ここはジャンプしていい感じでしょ。そしてどうしよう、これ叩きます、強引か。このまんま、あれ、いけんくね、
じゃあここは何かを爆発させた瞬間逃げろっていうことだよね。そして3本避けます。いました、この状態で上に行けると。そういう感じだね。うわ、ここはドッスン。なるほど、ドッスンこっちに行こうか。じゃあこのまま右にダッシュして、この金魚どうなんだろう、怪しい。右にダッシュして逃げるね。そしてオンして倒す。そういう感じじゃないから。いや何やってんのかのところ、どうすればいいの。はっ、なんか乗っちゃったんだけど。で、なんか移動しました。僕どうすればいいんですかこれは。で、ね、これやられるのっていう感じですか。何か出してきてよキラ、頼むって。君だけが頼む。そこだオンオフをしてドスンの方に行くみたいな感じかな。こっから左ダッシュ、これで合ってる。このままジャンプよしよしよし、このアテナ叩いてみる。絶対デカキノコが出てくるよ、見てて。いや僕の推理は間違ってなかった。今日 IQ125 ぐらいあるね。このハテナを叩いて右側に逃げろ。そあー、ここどこに逃げればいいのよ。あ、この場所が安全みたいな感じから。コインがあったもんね。この方のコイン信用していいね。今日コインが大丈夫な日だ。あの線が大丈夫じゃないで、ね、じゃあこの土管入っていきたいと思います。次は何が来るんでしょうか。コインはない感じか。ここでキノコが出てくる。うわ、毒キノコ。え、いや、これは、なるほど、ヒナイス、ボム兵が出てくるっていう感じか。さあ右のハテナ叩くよ。このハテナ叩いて何が変わるんでしょうか。左にダッシュしていくね。そしてここに、あつーいやでもここ左に急がないけんのは間違いないと思うんだよな。なんでバブルが通り過ぎた後すぐ左に行ってみるね。これが正解なんじゃないの。ほら、あつやつやつや、はっ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 。もうここの画面の罠全て読み切りました。このハテナブロックを叩いて右上に逃げろと、そういうことでしょうきっと。よしよし、完璧すぎ。そしてこのハテナ叩いてみようか。キノコ US ではいる。は、逃げないで US やべ、これどうしよう。上に行ったら絶対罠。ピンキオガしかしねえんだよな。はっ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 。メリーゴーラウンドだね。じゃあここはハテナを叩くじゃん。そして何もしないでこの USA を取る。完璧。そしてここ左は思わない。絶対右が正解だよ。見てて、正解させるからお願いします。なんでくそいや、まだ間に合うよここで。いや、まだ間に合って、頼むって。無駄なんだよ。ここは左で合ってたってことか。うまいな、心を読まれました。で、ここでさ、バネを出してきてもさ、確かこのプラパ戻ってきたよね。ほら、さっき見えたんだよね。で、この状態でチビになって進む。これでいいでしょう、きっと。さあ、中間ポイント2がそろそろ見えてくる頃だと思うんですよ。いや、まだない感じか。それかもう終わり的な感じ。どうだろう。ダーティナ立ててみるね。うわ、右に行けっていう感じだったのかな。どっち行く、この下か、土管か。どうしよう、どうしよう、どうしよう。土管信じます。私はこっちを。入れんのか下行くしかねえやんか。じゃあ何があるのこっち。つららじゃあこの土管入るとすぐ右に走って渡れと、そういうことだね。ここにパウが落ちてきたよね。あ、例えばコメントでですね、最近ピオキングさんは可愛いですねというコメントがね、ちょくちょく見かけるんですよいや、どこが可愛いのかなと。可愛いの基準大丈夫ですかね。それじゃあこのパウはもう無視しよう。何もしないでいいよきっと。そしてこのハテナを叩く。絶対あれ出てくるよ、あの鉄球が。そうでしょ。で、こっちに来るのか、どっちに来るのか。やっぱり来た、ナイス回避。そしてこのまま上に行くと、で、もう一回上か。このドクドクってなんかさ、ゴールが近いみたいな、そういうイメージなんだよな。そしてこのまま何もしない。はっ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 。何その玉遊び、もう正月過ぎてんぞ。うわ、ここどうすればよかったっけな。この鉄球が出てきて、このまんま、もう早く左に行こうか。で、この土管に入る、これが正解なんじゃないかな。あっせ、中間ポイントなんでそれじゃあここは上に行けばよかったんだよきっと。この場所から右に降りて中間ポイントがゲット。ナイス、中間ゲットできました。さあ、あとはゴールだけだね。邪魔すんな、魚。見て見て、このマリオ
新しい M って書かれた帽子ができたみたいだね。なんかマジックとかしてそうな人が被ってそうじゃない？じゃあここの魚きっちり避けていこうか。そしてドッスンがいるんだよな。襲ってくるのかな、こっちに。あのパウンで倒せみたいな感じじゃないから、走って叩きます。おりゃこっちの勝ち。やったぜ。そしてここは掴まれない感じなんだね。じゃあ、そういうこと？面白いじゃねえか。じゃあこっからジャンプしろっていう感じだね。ジャンプ、そしてもう一回ジャンプ。来ました。あ、どうしよう。ん、右。よし、こっちで絶対合ってるよ。あっつい。さあ、ここは魚なような気がする。なんでなんで魚じゃないのよ。いや、これはゴールできるよ。きっとできるでしょ。ちょっと見ててね。こうやって隙間に入れるんじゃないの？そういう仕様でしょ。はっ、うん、やった。優しい。それじゃあゴールしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースですね。一発マリオ25やっていきますか。いや違うんだって、今のトロールコースでめっちゃ疲れたんだって。それじゃあ皆さん、お待たせしました。まあ、カット入れてるんでそれほど待ってないと思うんですけど、数分間休んでまいりました。ということで今日の一発マリオ、一発マリオその25ということで、まだ誰もクリアしてないんですよね。そしてこのアハンヘンホンさん、この方の作る一発マリオ、非常に素晴らしいコース揃いです。だがしかし、こういうのもあれなんですけど、あまり伸びてはいません。マジで素晴らしい一発マリオを作るのに、なぜなんでしょうか。ただそんな中、闇キングが出てきていまして、この方の作る一発マリオのコースを誰にも知られたくないと、そんな独占欲が出てきてしまってます。なんでしょうかこの感覚は。知るかそんなの。いや、ごめんなさい、長くなってしまいました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0%。 ただツイッターで少し聞いたんですよ、クリボーを3体倒すだけでゴールだよって。それがそんなに難しいものなんでしょうか。さあ10秒あるっていうのは分かったね。このクリ、これ倒せんねん。やばい、これ踏んでも倒せないの。これ難しいやつだ絶対。上から踏んではいけないってことは、もう下からね、ギリギリの当たり判定を狙ってクリームを倒すしかないと思うんですよね。それを3体連続、しかも10秒以内、なかなか鬼畜なコースを作るんじゃねえか。ナイス、まず1匹、そして2匹。これもう流れでいった方がいいよ。もう1、2、3っていう感じで、1匹も踏めてねえじゃねえか。当たり判定厳しいぞこれ。ただ踏むのでさえさ結構シビアなのに、10秒以内という難しさで、頼む、やられてくるよ。当たってるでしょそれ。やっか、もう時間よ、止まって、やった。止めることができました。いや、これさっきも言った通り、1匹目さえ倒すコツをつかめればいけると思うんだよね。よしよし、あと1匹。いや、今のなかなかいい線いってたんじゃないの。これ当たり判定がマジで厳しいんだよね。あと1匹、頼む。3匹目が強え。今後クリボーが嫌いになりそうだね。クリボーが横から倒す、それだけでこんなに難しいものでしょうか。あと1匹、やった。それじゃあどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。